半負けの本家の半馬岩先生です。半負けの本物の貴族ですね。で、今また人間たちがね、こういうふうな、人間全員がね、私に対抗してきたんだけども、天皇家というのはね、天皇はあれは貴族じゃないんですよ。天皇は貴族じゃないんですね。人間たちが作った、総理大臣、大統領、昔普通の人がなっただけなんですね。で、貴族じゃないんですよ。で、私は本物の貴族で、私の方が本当、私の方が偉いんですけれども、イギリスエリザベス女王もそうなんですね。本物の貴族じゃないんですね。生まれがね、発足が。それでね、天皇家とかイギリスエリザベス女王家っていうのは、人間たち全員で作った大統領なんで、人間たちが、天皇とかイギリスエリザベス女王が私に攻めてくるときは、人間全員がね、攻めてきてるんですよ。に攻めてきてるんですね。私には本物貴族にとっては上の能力者なんで、人間には味方がいないわけです。それでね、宇宙的に、また私の敵の宇宙生物も加わって攻めてくるわけですね、人間全員と。そうじゃないと、上の生物、私の本物の貴族の方がに歯が立たないわけですよ。でね、生物というのは人間全体で生きてるんだけど、ただね、天皇家、もうね、イギリスエリザベス王権を攻めていくときはね、本物の貴族、私が起こした歴史の力をね、自分がやってるっていうようなことを見せて、その勢力でね、力があるんだぞって言ってくるわけですね。それは嘘なんですよ。本物の貴族が作ったその歴史の力ね、動かしたことの内容を、貴族じゃないのが使って、俺はこんな強いんだよということでね、勢力を使うんだけども、これは偽物なんですね。で、私の方が力、勢力強いんだけど、その私の力をね、自分だとパテントの盗みと同じですね。で、動くっていうのが天皇とかイギリスエリザベス王家な、なんですよ。ここら辺をね、注意していただきたいんだけども、まあ人間たちは本物は嫌なんですよね。で、自由に生きたいということで、天皇制度があるから、日本は、お前は知らんよとよく言ってくるんだけども、これはね、偽造なんですね。で、役所もよく言ってくるわけですね。天皇制度があるから、お前はダメだよと、本物の貴族ダメだよと言ってくるわけですね。で、人間、結集してまして、外国の勢力も、外国の国も全部そうなんですよ。私に対抗してきて、人間全員と戦わないといけない。と、プラス敵である宇宙生物の団体と戦わないといけないわけですね。で、ただ、それでも私の方が強いんだけども、チャンバラが多いんですね、人間たちの場合。だから危ないわけなんで、片付くまで静かにしてないといけないわけですね。で、要するに役所も言うんだけど、その昔作った歴史、本物貴族、私が作ったものを全部隠したり、自分たちが作ったこあの勢力で動かしたんだよとかね、とこがけども自分で普通の人がね、総理大臣、大統領と同じだわけですね。ただの凡人がね、4回も名前変えてるけども、ね、人間たちのに認められてね、なった代表なわけですね。それと同じなわけですね。で、その貴族じゃないから、昔使った力とか大きい力というのはないわけです。天皇家でもイギリスエリザベス王家にもないわけですね。
動かしたのは私なんですよね。本物の貴族なんですね。でそれは自分たちが使って動かしたんだよというふうにして本物の歴史を全部本から消してるわけですね。記録から。人間たち全員がそうやってるわけですね。またね、ハンマー家の私の本家っているんで、ハンマー家という本家なんだよ、私の場合はね。名前すら世界中の人が辞書にね、これハンパモンだというね、この攻めるためにそういうような辞書まで作ってるわけ、ね、対抗してきてるわけです、人間たちがね。ハンマっていう意味はバカだというような、ね、意味をつけたのは、これはホモの貴族、私がいるからなんですね。だそんな風にして人間たちはもうしょっちゅう攻めてきてるわけなんですね。で今ね、人間たちが動いてきた、頭で動いてきたんで、説明したんだけども、天皇が、天皇制度があるから、お前は偉くないんだぞとか言ってくるわけですね、役所はね。それで、その強さというのはね、歴史に称える動きがあるから、これ、俺のことなの、私が動かしたことなんだけど、天皇が、ね、貴族じゃないのが、パテントを勝手に盗んで言ってるわけですね。頭を動かしてるわけですね。この勢力は私が動かしたことなんだけど、本に載ってないわけですね。全部粉砕しますから、人間たちはね。ということで、人間たちは全部そうやって動いてるということですね。で、ちょっと大変なのは人間全員からの攻撃じゃなくてね、だけじゃなくて、私で、の敵である宇宙生物まで一緒に入れてきたんで、ここまで言わないと止まらないわけですね。人間全員ぐらいだったら止まると思うんだけど、ここに出てこないでね、